さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ピクセル画廊です。今回は Facebook の創業者マーク・ザッカーバーグをマインクラフトで描きたいと思います。音の原画はこちらなんですけれども、まあ色の使える数がちょっとね限られているので、今回ちょっとさらに若干このような感じにアレンジいたしまして、この絵をもとにザッカーバーグを描きたいと思います。それではよろしくお願いします。まずここから描きましょうか。青1,2,3,4,5 間を3つ開けて黒を1,2,3,4,5,6 間2つ開けて黒を1,2 2つ開いてるね。1,2,3,4,5,6 1段上がってこの位置に黒を1個青を1,2,3 黒を1個間を空けまして黒を1個青を1,2,3 黒を1個で間をちょっと空けまして青を1,2,3で白を1個置いて、いや違う、青です、青を1個置いて、それから白を1個置いて青を2つで1段上がって青を2つそれから白を1個置いて青を1,2,3,4で間を空けて黒を1個青を1,2,3黒を1個置いて青を1,2,3黒を1個置いてこちらにも黒を1個1段上がってこの位置に黒を1個青を1,2,3,4で黒を2つそれから青を1,2,3,4で黒を1個置いて間を空けて青を1,2,3で白を1,2,3青を1個1段上がって青を2つ白を1個青を1,2,3,4間を空けて黒を1個置いて青を1,2,3,4,5,6,7,8,9黒を1個1段上がって黒を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11それから間を空けて青を1,2,3,4,5白を1個置いて青を1個置きます。1段上がってこの位置から青を1,2,3,4,5間を空けて黒を1個でここでライトグレーを1,2,3,4,5,6,7,8,9で黒を1個1段上がって黒を1個置いてライトグレーを1,2,3,4,5,6,7,8,9で黒を1個置いて1段上がって黒を1,2,3,4それからライトグレーを1,2,3,4,5,6,7,8,9で黒を1
1、2、3、4、5と。で、ここで肌色を1段上がって、肌色を1個置いて、黒を1個置いて、ちょっと移動してきて、こちらに黒を1個置きます。で、ライトグレーを1、2、3、4、5、6。で、黒を1、2、3。で、ライトグレーを1、2、3、4、5。黒を1個置いて、肌色を1個置きます。で、黒を1個置いて、1段上がって、肌色を1、2。で、黒を1、2、3、4。で、移動してきて、こちらに黒を1個置いて、ライトグレーを2つ置いて、黒を1、2、3、4、5、それから肌色を1個置いて、黒を1個置いて、ライトグレーを1、2、3、4、5、黒を1個置いて、肌色を2つ。で、黒を1、2、3、4。で、1段上がって肌色を1個置いて、黒を1個置いて、肌色を1、2、3、4。で、黒を1、2、3、4。で、ライトグレーを1、2、3。で、黒を2つ。で、肌色を1、2、3、4、5。それから黒を1、2、3、4。それから肌色を1、2、3、4、5。黒を1個置きます。1段上がって黒を1個、肌色を1、2、3、4。で、黒を1個置いて、間を3つ開けて、ここに黒を1個。肌色を1、2、3、4、5、6、7。で、黒を1、2、3個置いて、間を4つ開けて、ここに黒を1個置いて、肌色を1、2、3、4。黒を1個置いて、1段上がって、この位置から黒を2つ。肌色を1個。黒を1個。間を開けて、この位置に黒を1個置いて、肌色を1、2、3、4。で、赤を1、2、3。で、肌色を2つ。黒を1個置いて、間を開けて、ここに黒を1個。肌色を1個置いて、黒を2つ。1段上がって、黒を2つ。間を開けて、黒をこの位置に1個置いて、肌色を1個置いて、赤を1、2、3、4、5。それから肌色を1、2、3、4と。
黒を1個置いて間を空けてこの位置に黒を2つで1に上がって顔の方を行きます。黒をここに2つそれから肌色をここから1234567891011黒を1個置いて1で上がって黒を1個、肌色を1個、黒を123、それから肌色を1234で白を2つで肌色を123で黒を1個置いて1で上がって肌色を1個、黒を1個、それから肌色を1234567891011黒を1個、肌色を1個、それから黒を1個、1段上がって黒を1個、そこで青を2つで黒を1個、肌色を2つ、青を2つ、白を1個、肌色を1234567、黒を1個置いて1段上がって黒を1個、肌色を2つ、ここで茶色を1個置いて肌色を2つ、黒を1個、白を1個、青を2つ、肌色を1個置いて黒を1個、白を1個、青を2つ、黒を1個、一段上に黒を1234、ここで濃いめの肌色を1個、肌色を1個置いて黒を123で肌色を123、それから、茶色を1個置いて黒を2つで茶色を1個置いて黒を1個置きます。1段上がって、ここから黒を4つ積んでおきます。1234と降りてきまして、茶色をこの位置から1234で肌色を1234、すごい濃いめの茶色を肌色を2つ、肌色を1個、濃いめの肌色を2つ、肌色を2つ、黒を1個、1段上がって黒を1個、茶色を1、2、3で肌色を2つで茶色を1234で肌色を1、2、3で茶色を1、2、3、一段上がって茶色を1、2、3、それから肌色を1234567891011、黒を1個置いて1段上がってこの位置に黒を1個、
それから肌色を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、それから茶色を1,2,3,4、1段上がってこの位置に黒を1個置いて、茶色を1,2,3、肌色を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、黒を1個置いて、1段上がって黒を1個置いて、茶色を1個置いて、で肌色をここから1,2,3,4,5,6,7、茶色じゃない、肌色ですね、肌色を7個、でここから茶色を1,2,3,4,5、黒を1個、1段上がって黒をこの位置に1個置いて、茶色を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、黒を1個置いて、1段上がって黒を2つ、で茶色を1,2,3,4,5,6,7、で黒を2つ、1段上がって黒を1,2,3,4,5,6,7 です。それでは全体を見ます。はい、こういう感じに仕上がりました。いかがでしょうか。もしね、今回の動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。それでは今回はこの辺で終了とさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。それでは失礼します。